俺とバトル？お願いします。俺の新チームに参加するかどうかの返事はまだだが。それを今度のバトルで決めたいんです。お願いします。わかった。条件は？凌介さんが先行で俺が後追い、場所は赤城。勝てるなんて思ってません。ただ前回秋名だったから、今度は凌介さんの地元でやってみたいなって。そうすれば答えが見つかる気がするんです。いいだろう。今度の土曜楽しみに待っている。セッティングを教えてくれだと？うん、アドバイスしてくれるだけでいいんだ。俺自分でやってみたいんだ。今度は誰とやるんだ？ FC、 いや俺自分自身か。いよいよ卒業ってわけか。それじゃあ始めるぞ。あれはツインドリフト。見事なものだな。藤原の気持ちが痛いほど伝わってくる。お前は今自分の限界までただひたすら走ることだけに集中しているはずだ。見せてもらうぞお前の走りを。諸君すげえ。あいつの走りはオーラを感じるぜ。おいタケシ、あんまり近づくなよ。お、知らねえ奴が見たら俺たち仲がいいみてえじゃねえかよ。どうなんでしょうね、ケイスケさん。ケンタ、凌介が地元のコースで負けるはずがない。だけどもしもってことが。どっちでもいいんだよ。え、このバトルには勝ち負けは関係ねえ。どっちも本気で走ればそれでいいんだよ。うらやましいぜ、あんな本気の走りができる二人が。すごい、やっぱりすごい。アキナの頃とは比べ物にならないほど進化している。お前と走っていると反省しているつもりの俺の走りにまた新しいものが見えてくる。バトルをしていてこんなに楽しい気分になるとはな。何もかも吹っ切れた。この人についていけばいいんだ。